こんにちは、スリーです。今回は戦術が身につく練習方法を紹介しますの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回は戦術が身につく練習方法を紹介します。サービスボックスという小さな面積でできる簡単な練習法ですが、それによって相手のバランスを崩したり、面向きを見ることによってコースを察知する力が身につきます。さらにはフットワークを養うことができますので、私はかなりレッスンで多用している鉄板メニューです。この内容は、昨日ご紹介した、ウィニングエッジという戦略の観点を身につける動画の一部を抜粋したものですので、サンプルとして見ていただいてもいいと思います。毎回言ってることですが、テニスというスポーツは自分が打ったボールのスピードやフォームの美しさを競う採点競技ではなく、相手からポイントを奪う競技ですよね。その部分のシフトチェンジをしなければ、テニスというスポーツを本質的に楽しむことができないので、ぜひ、普段の練習を行うウォーミングアップなどに取り入れてください。で、まあ、こちらね、このページにね、来てもらって、このボタンを押してもらうとですね、こういうふうに始まるんですが、ただちょっとこれ音声がですね、この形だと聞こえないので、実際ね、これを音声をね、もう入れてやっぱり聞かないと意味がないので、ね、よかったらこのページにね、飛んでもらって、先ほどのね、ページを、これをクリックしてもらったらね、動画と音声、両方はね、見れますので、ぜひですね、こちらを参考にして、あなたのテニスに役立ててください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは、失礼します。